今回はですね、えー、セ・リーグ広島中にしたい d n a 阪神が、えー、と月曜日から8月10日1112と月火水と、えーまあ、3連戦だからまあ、えー、9連戦ですねって行われて、まあ、木曜日が、えー、試合がこの4チームはないんでまずはこの4チームのやつを取ってでまた今日の試合を見て、えー、チェックして取ってっていうだからちょっと服装が変わる可能性ありますけども。 そこは気にしないで、編集とかいろいろ大変なので、まずは取って編集っていうので、ちょっとずつ分担して、試合がないのでね、やっていきたいと思います。さあということで、広島対中日、8月10日、月曜日6対1広島、そして11日火曜、1対8でドラゴンズ、12日、1対4で中日と、だから2勝1敗で中日が勝ち越しというところでね、ゲームになりましたけども、火曜、月曜日か、月曜日、両チームともミス、ミス、ミス。 っていうところでワンチャンスをものにしたカープっていうねところですかね広島としてはね初回ツーアウト一二塁、えー、松山ねレフト前、うん、うまいバットコントロールでね流し打ちっていうところで、まあ、ワンチャンスねものにしてで3回、えー、ワンアウト三塁長野がねレフトでタイムリーツーベースっていうところで、まあ、少ないチャンスをしっかりものにして点につなげていったっていうところがね、まあ、カープの集中だっていうところが、まあえー、結局は得点を重ねたかなとあとはですね、まあ、ドラゴンズとしてはやっぱちょっとミスがね 響いたかなと、えー、4回、ツーアウト、二、三塁ねバッター、時間の時にまあゼロボール、ツーストライクから、まあ、高め要求した球をですねでそれが低めに来て反応できずというところで木下がねパスボールでこの1点献上というところは非常にちょっと試合の流れからして痛かったなっていうねあのミスは防げたんじゃないのかなというところもありますよねしかもツーアウトというだけにねあそこを無失点で切り抜けれる可能性は十分あったところをミスで、まあ、失点してしまったとっいうところはやっぱり流れ的にも痛かった。 えー、そしてですね、まあ、7回、カープが、ね、守備で、えーまあ、ミスを犯すわけですけども先頭の、ね、医療サードゴロ、まあ、堂林が悪送球で木下、ライト前ヒット、ね、ノーアウト一、二塁ってなって、まあ、溝,溝脇がセンターフライそして、えー、京田がサードゴロでここで大島が三塁ランナーで、ね、松山がダイビングキャッチ松山、グッと、ね、あのプレーでチームを救ったかなってだから、まああのー、堂林の、ね、悪送球ミスはありましたけども。 まあそこからのね、まあ、踏ん張り、松山の好プレーっていうところでね、無失点に抑えたっていうところは大きかった、逆にドラゴンズはね、ここでしっかり点に結びつけれなかったっていうところが痛かったですよね。で、8回戦闘また阿部がね、サードゴロ、堂林が悪送球エラー、でビシエドがレフト前ヒット、で、高橋、レフト前タイムリーになって1点取って、ようやく、よし、最後のチャンスや、そこからビッグゲームでいくぞっていうところで、 まあ福田が、ね、6 4 3ダブルプレーでど土の上が三振というところでね、まあ、後期で1点しか取れずでしかもこれの福田のね、ショートゴロ、えー、田中康介ナイスプレーでピンチを救う、ね、三遊間よりの球でしたけどね、まあ、厳しいところをしっかり取ってから早くそしてそこにね、えー、6 4 3と、えー、このピンチをね。だからまあ,あーカーブもね、ミスをしてピンチが 多かったですけども、そこでね守備の松山、そして田中康介というところでね、まあ、守備がチームを救うという形でね、えー、結局6対1、あとまあドラゴンとしてはまあ攻撃、ね、でもう一つ言えば3回表、まあ、この時点で、ね、0対1と、えー、まだ1点差、木下がねレフトで2ベース、えー、ここで追いつくぞというところで、小笠原、バンド失敗、三塁送球してアウト、ここでもう得点、バーンとね。 こういうところのバンドをねきっちりやっときたかったなとここで万が一ねもち追いついてたらひょっとしたら試合展開としては大きく違ったかなっていうところでまあ結局ね両チームともミスミスミスありましたけどもワンチャンスをものにしたねカップ、えー、守備でねしっかりそのミスを広げなかったっていうところでねまあ,あのしっかり勝ち切れたかなと、えー、そして、えー、火曜日1対8でドラゴンズということでねまあ、このキーポイントはやっぱり福田にね ツーシーム、スライダー横の投球がね、ぐっとね、請球も良かったですし、低めのコントロール素晴らしいピッチングだったかなと、特にですね、初回、堂林、スライダー、スライダーで追い込んで,で、ストレートボール、ツーシームでえー空振り三振、鈴木誠也にはスライダー、ボール、ストレート、ファール、ストレート、そしてツーシーム、インコース投げてボール、スライダーボールで打ち、ストレート。 えー、ファールそして最後、スライダーでストライク三振というところでね、空振り、まあ、この内と外をね、うまく使いながらね、コース分けてしっかり攻められたかなというところがありますねで、キャッチャーの軍司がね、4打数2安打2打点、軍司、ぐーってね、ここにきてね、ちょっとアリエル・マルティネスがね、ちょっと怪我したかなというところもありますし、まだね、キャッチャー激戦区っていうところでね、今、頑張ったやつがね、本当にレギュラーになれるんで、まあ、木下もそうだし、軍司もそうだしね、えー、加藤もそうだし、まあ、マルティネスもそうだし、まあ、いろんな選手がね、切磋琢磨して能力を上げていくとね、えー、心選手が能力上がる。 それによってねチームの戦力が上がるっていうところでねまあここのね、えー、内部競争で一気に能力を上げてもらいたいなっていうところがありますね。えー、それで広島のキーポイントはやっぱりねここ最後西川一本ですっていうところがね最後ね 勝ちきれなかったかなっていうね。まあ、5回ワンアウト一、三塁ね、6、4、3、ダブルプレイ。えー、そして7回ツーアウト二、三塁で空振り三振ということでね、この5回なんかでね、パーンと一本出てればね、またちょっと試合展開変わりましたけど、こう、月曜日と火曜日の試合がね、若干真逆になったっていうね、試合展開だったかなと思いますね。えー、そして昨日、4対1でドラゴンズが勝ちというところで、やっぱりなんといってもね、キーポイントはやっぱり柳のピッチング。去年のね、いい時の柳のピッチングをね、思い浮かべるようなね、低めの制球力っていうところは素晴らしかった 菊池、まあ、に、ね、あのフェン直のタイムリー打たれましたけどあれもカーブ、ね、低めのいいところでしたからあれは打った菊、ね、池が素晴らしかったかなというところもありますし全体的に、ね、打たれた球も低めへの制球、ね、持ち前の柳のピッチングっていうのは、ね、戻ってきたかなというところもありますし、まあ、7回3分の205球4ワンで四4四3 4 1フォアボール1失点と、ねまあ、抜群のピッチングできたんじゃないのかなということでねグしかも、ね、やっぱり完投にこだわってね 変わりたくないいいいんやってううね、ね、あああのの立ちる姿勢、は素晴らしいですよねで、まあコメント的にはねやっぱりね大野はね関東しっかりしてるんで自分もねやっぱピッチャー関東していきたいってねまあ、こういう声はね多くの若者たちねアマチュアの選手まあ、プロの選手もそうですけど広げていってまあ長ぎ分業制になってますけど関東できないから途中で変わるっていうねそういう形にしたいですねもう最初っから6回でみたいなね感じじゃなくてやっぱ9回投げるつもりでいって。 ダメだったから変わるっていうね、まあ、姿勢が取り入れるともっとピッチャーもね成長していくんじゃないのかなと先発関東側だねこれからもこの柳のね心意気のように、えー、ドラゴンズの投手陣にねうまくオ、えードの,のねこの敬意が伝わっていけばねさらに、えー、いいんじゃないのかなと思いましたねカーブはやっぱジョンソンキーポイントまあじゃあめちゃくちゃ悪いかって言われるとめちゃくちゃ悪くないんですけどやっぱストレート系の威力がね。 ちょっと落ちたかなというところはありますし、まあ、こうなったらやっぱりねカープが上位進出していくためにはやっぱジョンソンのねやっぱ頑張りっていうのはこれなくてならないね今年に関して言えばねポジションだと思うんでここはもう一発石原をスタメンで使ってジョンソン石原で。 このジョンソンがね、復活劇を生むのかっていうところはね、まあ僕はチャレンジするべきだし、チャレンジした方がいいんじゃないのかなと、このまま行ってね、ジョンソンが死んでしまうと、やっぱりこれチームにとっても良くない。ここは一発ね、この石原を言ってどうなるのかっていうね、もう来週投げるんであれば、このジョンソン、石原、バッテリーっていうのをね、まあ見たいなっていうね、まあこの3連戦ドラゴンズのね、2勝1敗、勝ち越し。 と,いうところになりましたねさあ続いて、えー、d n a 阪神8月10日月曜日6対 4DeNA そして11日2対9阪神12日6対7阪神2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうところでこの月曜日とね火曜日はまあ同じような試合展開になったかなっていうところはありますけども、まあ、月曜日ね、まあ、阪神のキーポイントっていうか、まあ、この試合のキーポイントが。 フォアボール、エラーが得点に直結してしまうっていうところがね、まあキーポイントだったかなと。まあタイガースはね、まあ4回倉本フォアボールする、そして高城ファーストファウルフライ。で、山戸がセンター前。で、この1、2塁から国吉が、なんと宇宙下にタイムリーツーベースっていうところでね、まあ得点重なれるんですけど、これね、初級岩だちょっと意識が足りないね。 まあ確かにね、国吉が、えっと、7年ぶりかなんかのヒットだったかな。で、まあ、国吉はもともとリリーフなんで、まあ、そもそも打席に立たないんで、まあ、こういう展開になったかなとね、まあ、ここはまあショートスターターを起用しての展開だっただけにね、まあ、これはちょっとね、意識が足りない。これがもしね、野手だった時に、あの意識のまま投げるのかって、ね、いうところもありますし、非常にもったいない手の取られる方だったかな。岩のの意識ににバ,、ね、バッとね国吉ティングに っていうね、ところがありましたそして5回、田野がね、ホームランを打ってで中井センター前、倉本レフト前、で、高城フォアボール、で、山トが押し出しっていうところでもねここでフォアボールがね、失点に絡んでいく、で、8回、ね、ワンアウトから梶谷フォアボールで、盗塁して、神里のショートゴロここでね梶谷が三塁へ、ソールイ、ね、をね ついて、見逃さずというところで、しっかり三塁いってからの宮崎がセンター前タイムリーというところで、フ、ま、ォ、あ、ア,アボールっていうところをね、まあ、しっかり得点に重ねていくっていうね、d n a 打線がね、線でつながっていったかなと、で、2回はね、中井がサードをね、大山のエラーで出塁して、で、結局最後はね、大和のタイムリーでね、センター前タイムリーっていうところで、本当にね、フォアボールエラーがね、もうこの直結したなっていうところがあってね、結局はこの6対4、まあ、タイガースとしては非常にもったいない負け方だったかなと。 えそして火曜日の試合、えー、2対9で阪神、これはね、もう全く真逆の状況に、同じ状況の中、真逆の、えー、結果になったかなというのはありますけど、まあ、d n a としてはね、この楠本が今季初、ホームラン、グワレフトにね、まあ、あのガルシアからナイスバッティーングというところでね、d n a のもう、キーポイント、攻撃でいうと、もう唯一、3回裏、桑原、フォアボール、で楠本、ピッチャーゴロ、宮崎、フォアボールで、この時点で1対1。 でワンナウト一塁からの佐野、まあ、空振り三振、ロペスがショートフライ、まあ、ここでね、追いついてれば、もう試合展開どうなってたか分かんない、この唯一のね、好機を潰すってね、結果的にっていうところもありましたし、まあ、d n a としてはね、この伊能が6回表、ワンナウト一塁から牽制悪送球え、そしてワンナウト三塁になって、サンズがレフト前、勝ち越しタイムリーね。 7回表、ツーアウト3塁で高城、パスボールっていうところでね、このミスが失点に直結してしまうっていうね、月曜日と火曜日の試合、もう全く同じような展開、同じようなことをして、勝敗だけが変わるっていうね、お互い本当に、まあ、ミスをミスで仕返すっていうね、パターンで1勝1敗にね、月カーでなっちゃったかなと、まあ、タイガースは、ね、やっぱりね、キーポイントは、近本、木浪のこの1、2番の活躍、ね、近本4打数3アンダー木浪が4打数2アンダーになって、まあ、全得点に絡むっていうね、この2人の活躍っていうのがね、非常に9得点、掴んだ。 じゃなないのかなと、まあ近本がね、あと調子が上がってきたっていうところでね、まあ、火曜日で試合終わって、きのう水曜日、六、えー、対7でね、タイガースの勝ちっていうところで、近本が調子を上げてきたところね、昨日の試合も四打数二安打一打点と、好、え、調、ー、キープっていうところで、まああのタイガースのねキーポイントで言えば、やっぱ五回、梅野がねライト前、で木浪フォアボール、で上田がね、キャッチャーファールフライ、青柳がバンド失敗、ツーアウト一三塁で、近本がここからねライト前タイムリー、でその後に中谷のスリーランホームランで勝負あり。 中にバッね、ここでもう一気にねこの5回で勝負がね 決まったかなっていうところはありましたね。で、d n a としては、まあ、やるべきことをしっかりやっての敗戦かなと、えー、ベンチとしての、えー、戦略作業というところはですね、えー、やるべきことをやったんじゃないのかなっていうところはありましたね。まあ、ここまでですね、えー、d n a は非常にバントが、えー、少なかったっていうところはありましたけども、0対2、まあ、2点リードしてる状況で、まあ、2回ね、柴田がフォアボール、そして高城がバント、で、浜口がまたバントで、ツ、えー2アウト三塁にしてから、田、えー、里がライト、ね、タイムリーヒットというところでね、この、 ノーアウト1塁から2回連続でバンドするとまあ、ピッチャーからいますけどねそういったところもなかなか見ない作戦ではありましたしこれまでの DNA の戦い方で考えるとピッチャーでもね打たせたりするところもありますけどこの2者連続バンドっていうのはねちょっと驚きでしたねでその中でも深読みするとひょっとしたらですけどピッチャーが青柳っていうところがあったんでそのピッチャー青柳だからピッチャーに取らせればひょっとしたら早急で 何かミスが起こって得点増すんじゃないのかっていうねこのいやらしい戦略作戦の中でこの2者連続バント、まあ、高城、浜口っていうところでね、まあ、ところもあったんでやったのかなっていうねでしかもそのね2アウト3塁作って上里がライトに打つっていうところもね、まあ、素晴らしかったなとで6回、まあ、6対3でねこの3点リードされてる中で、まあ、中井がセンター前ヒット倉本センター前ヒット。 で柴田がここでバンとでロペス、ショートライナーで、えー、戸柱がライトへの2点タイムリーという、ね、このバンドをきっちりしてしかも得点に絡めていくと、えー、バンドのしない時もあるけどした時にはしっかり得点に絡めるっていう、ね、このラミレス采配。 えー、見てて非常に興味深かったですし、面白かった、しかも戦力的にはハマったっていうね、この飛ばしが打った時のラミさんのガッツポーズで、ね、やったぜみたいなね、選びレす、はい、グッ、ね、まあ負けましたけども、本当にベンチとしてはね、この、えー、やるべき戦略を持って、戦い方をして、やるべきことをやって、もちろん選手も応えて、まあ、その中、ねまあ7対6と、まあ、1点差で、まあ、敗戦という形になってしまいましたけども、d n a としてはね、まあ、やることをやったかなと、まあ、どっちかというとね、中谷のホームランがね、やっぱりもったいなかったかなっていう。 と,ところはあります、ねまあこれが d n a 対阪神ね、えー、2勝1敗で阪神の勝ち越しというところでえさあ巨人対ヤクルトこれ2連戦ですね12日8対1巨人、えー、そして13日4対3さよなら勝ちで巨人2連勝という形でね、えー、終わりましたけども、まあ、やっぱこのね月カート2連休できたことがちょっとジャイアンツにとったら大きかったかなっていうようなね 試合展開になりましたね、まあ、2日間体を休めたことがねこのサッカーも止まるえちょっと気分転換できたんじゃないのかなっていうところでね、えー、大きく変わってきたなっていう2年生になりましたけども水曜日ね12日8対1で巨人が勝ったっていうところですけども、まあ、ここでね大きく打順を変更してですね、まあ、ここが原監督の、ね、固定概念にとらわれない動けれるとこは動きまくるっていう、ね、この巨人の、まあ、今年の強さでもあるところじゃないのかなっていうところでね 今回は1番坂本そして6番丸とこの坂丸コンビを離すっていうねえーオーダーを組んできましたけどこれが見事にはまるというところでねまあ1番坂本5打数3安打3打点1ホーマー,えーそして丸も5打数3安打1打点とねえ両者が大爆発。まあこのね まあ打順を変えた、えー、そしてこう2日間休みがあったとっいうところで、ね、まあ、この好結果に結びついたんじゃないのかなと、あとまあ菅野ね、エースの活躍、好きなしというところでね、素晴らしいピッチングだったなと、まあ、エースが活躍してね、こう主軸の坂本丸が打てば、まあ、それは負けないなという展開になってしまいましたね、まあ、ヤクルトとしては竹岡、そして浜田、えー、両者がプロ入り初ヒット。Good. アイステンここからもねチャンスは多いでしょうからしっかり頑張ってもらいたいですね。2回裏、大城フォアボール、丸サードエラーっていうところでね一気に5失点したところでねちょっと菅野エースっていうところで試合決まっちゃったかなとミスもありっていうところでねその2回の守備もたもたしたところで5失点取られた一気に8対1になった菅野はね素晴らしいピッチングというところでこの一気の5点で試合決まったかなと。 と,いうところでした、ね、でまあ13日、えー、昨日ですけども、えー、4対3さよなら勝ちいいということでね、まあ、ヤクルトは初回ね一気に。 え3点取ってよしメルセデス相手に潰していくぞっていうところでね勢いづいていきましたけども1回4回6回7回とまあ先頭まあヒットフォアボールなどで出すんですけどもまあ初回以外まあ後続続かずっていうところでね得点できなかったっていうところもえ非常にこの試合展開ね勝ちきれなかったところかなとあとね山田が出場するというところでねまあこの山田の前にランナーをね出してたんですけどもまあ山田が打てずっていうところでねまあえっと4打席3打数レイアンで1ストのフォアボール まあ前打席見ましたけど、やっぱり全体的にタイミング合ってないなと。えー、ストレートは差し込まれる変化球が泳ぐというところで。あの足のたい、上げるタイミングっていうのも。まあ、合ってなかったかなっていうところで、ちょっと試合感鈍ってるかなっていう印象ありましたね。まあ、あの二回以降、やっぱり追加点取れなかったっていうところがね。結局最後さようなら負けっていうところでヤクルトね。まあ、繋がってしまったかなと。逆に巨人はね、メルセデス初さ三失点しましたけども。まあ、そこからね、粘り強いピッチング。えー、まあ、そして高梨、大竹、中川、1回3分の1 買いまたぎというところでねこのしっかり長継ぎグッとねあの押さえ込めたっていうところでねまあさよなら勝ちの好機を作ったかなとでまあこの 昨日もね、坂本が 3−1、4打数2安打、1打点 1, 1, 1ホーマーと、ここにきてね、この坂本丸が打ち出してきたっていうところで、巨人のねちょっと怖いなっていうところがね出てきましたね、で、まあ9回、中島、レフト前ヒット打って、すっかさずね、ソーの増田、2球目をね、盗塁、楽々セーフっていうね、まああそこまで余裕を持たしてスタート切られるのもね、ビッチャーを押した、ちょっとクイックなどね、含めてもうちょっと研究する必要があるかなと、そして吉川、カセカンドフライ、バーッとこ。こ しっかりね、まあ、サヨナラ勝ちしたからよかったですけどここはしっかり進塁打を打っておきたかったえそして若林さーどころが、まあ、結果的に進塁打になって坂本敬遠そして、えー、亀井が、えー、センター前ね初球幕が変わってね、まあ、コンパクトに高めを狙ったようなねバッティングでサヨナラ勝ちというところでね、まあ、ジャイアンとしては完璧な2連戦ねで坂本丸が、えー、調子を上げてきたっていうところでね、まあ、いい形で明日からのドラゴンズ戦、えー、進めるんじゃないのかなっていうね戦いに見えましたね。 さあ続いてパリーグ、えー、行きましょう、えー、ロッテ対日本ハム、えー、11日3対1ロッテそして12日4対12日本ハム、えー、そして昨日13日8対6でロッテの勝ち、えー、現在2勝1敗、まあ、オセロのような、ね、この日本ハムというの、ね、勝ち負けが続いてますけれども、えー、現状2勝1敗でね、えー、週末の3連戦はどうなるのかというところですけれども、まあ、火曜日の試合ね風が非常に強くピッチャーの、ね、横の曲がりというのは、ね、非常に大きかったかなとと、えー、いうところでまあ噂はそして見間スライダーが、ね、結構生きたかな というところで、まあ、ロッテは、ね、チームで3安打ですけどもあのマーティンが、ねまあ、チェンジアップ、それまで良かったですけど1球だけは、ねね、落ち切らず、まあ、それを見逃さなかったマーティン素晴らしいんですけども、えー、スリーランホームラン、この一発で、ねえー、試合を決めるというところで、ねまあ、あのミス、コントロール、失妬ちょっと噂として、ね、悔,や悔やまれるかなと、まあね、5回裏、まあ、ワンアウトから、ね、福田、フォアボールこれも痛かったなと。 まあその後角中レフト前っていうところでマーティン取られるんですけどこの福田のフォアボールもねここをしっかり抑えとけばマーティンのホームランなかったかなっていうところでねちょっと5回裏一気にねマリーンズに3安打しかチームで打ててないところでね持っていかれちゃったかなとあとまあ日本ハムのねキーポイントで言えばやっぱりね3回え中田犠牲フライので1点取った後まあ大太田がねツーアウト1塁でショートゴロそして5回ワンアウト1塁中田サードファールフィライでタッチアップで三塁1 でまあ2子1三塁で太田がねここで三振というところで太、まあ、田がねこうどっちかで一本打ってれば。 えー、全然勝てた試合だったかなというところで、ね、ここが一気にキーポイントだったかなと、えー、そして、えー、水曜日4対12で日本ハムの勝ちというところで、まあ、ロッテね大島投球自体はね全く悪くなかったなというところはありますけど、まあ、初回ね中田アスリーボールワンストライクからカットボールを、ねまあ、ホームラン打たれて、まあ、2回ね、えー、渡辺にストレートチェンジアップそしてインコースのストレートをレフト前ヒットで横にストレート、えー、ストライクストレートボールチェンジアップをセンター前で宇佐見にねカーブストレートでツーストライクと。 ってこのスライダーがねちょっと高めに入ってここあの高さだったらボールかもしくは低めに投げるっていうね ここがねちょっと中途半端になったところでねタイムリー、でその後石井ねストレート続けて犠牲フライというところでこの2点取られたっていうところもですねこの2回の2点は、ね、非常にもったいなかった、ここはいらなかったかなともうちょっと丁寧にね、えー、気にしながら、えー、投げたかったなというところはありますね。まあ、あとやっぱ一番のねキーポイントはね、えー、7回表ピッチャー、南ね、えー、この近藤敬遠の後ツーアウト、一塁で中田にねこのホームランを打たれるわけですけどもやっぱりね敬遠の後のね中田は怖い。ここういったところをね 一発打つまさに4番のねもう意地っていうところもありますけども、えー、ここでねフォークでワンストライク取った後田村がねインコースの、えー、ちょっとベルトぐらいのところね構えるんですけどもさすがにここで牽制のサインは出てなかったと思うんですけど南がここでね一回プレートを外すんですよね、まあ、ちょっと踏ん切りつかないのかなちょっと自信ないのかなっていうところで、まあ、田村がその後ねサインを変えて外ストレート外ストレートでライトへのホームランを打つっていうところでちょっと南のね準備不足っていうか。 この踏ん切りつかない自信のなさっていうところがね えー、技術以上に、えー、ちょっとバッとっていうところはねありますねまあキャッチャーとしてはねもう僕だったらもう激怒りしてるっていうね、えー、ところでしたけどねあと9回表、えー、ピッチャー成たねツーボールから出した渡辺に対してアウトコースのストレートをライトにホームランここキャッチャーが佐藤でしたけども、ね、この渡辺選手ねもう直球破壊王子って言われるほどストレートが強い中でツーボールからストレートの意図が分かんないよねまあストレートが強いバッターにツーボールからストレートそれは打ちにくるよねでしかも完璧に打たれてライト ホームランあのストレートっていうのはちょっと意図がないような気がした配球だったかなっていう印象はありますね。あとロッテとしてやっぱ5回ぐらいね安田タイムリー打ってワンアウトして三塁この井上ね、まあ、結果的にライトファウルフライ大田がねホームにナイススローイングして、まあ、マーティンをタッチアウトにしてここで、えー、失点をサラダの失点を防ぐんですけどもここでもう1点ね最低でも取っとけば ちょっと流れ変わったかなってね、最後はバタバタっていう感じになりましたけどね、そこがキーポイントだったかなと。で、まあ今日の試合、8対6でね、ロッテが勝ちましたけども、えー、完璧にね、日本ハムのね、自滅っていうね、えー、ところになったと思いますね。まあ、その場面でいうとね、まあ、5対5、同点の場面で、まあ、7回裏、あの先頭マーティンね、えー、ファースト、清宮、エラーっていうところでね、もう守備が雑、ばーっと。ね、えー、なぜ正面に入らない。えー、正面でね体圧 落としとしけばねきアウトにできたあれワンアウトすんなりとれたのを雑なプレーでマーティンの進ルールスそしてワンアウト三塁になって、えー、サード横、えー、セカンドへ悪送球これダブルプレーでね結局終わってたらここも0点で終われたで,でその後ツーアウト一塁田村の、ね、ショートゴロ中島フィルダーショイスなぜファーストに投げない確かにセカンド渡辺のベースカバーも遅れたですけどそれ見えてるんであればファーストに投げれば悠々アウトだったこのね あのミス3連発っていうところで結局3失点まあここで試合決まるっていう状態になった非常に雑で非常にもったいない防げる失点だったかなっていう印象はありましたねあとまあロッテで言えばね何て言っても5回の田村ホームラン福田ホームランマーティンホームランゴーッツ、ね、これはあれだね日本ホームで言えば「It's a gown!」3連発。 っていうところですけどもまあね、川野選手とべて,、ねね、てにおいて球が抜け気味の高く入ったところを、まあ、もちろんそれをミッションとしないでね3連発打ったっていうところはね素晴らしいバッティングでしたしまあなんといってもね田村が岩下でのスタメンを勝ち取るっていうところでね今日も4打数2安打2打点1オーマといい働きしてますからまあここからまたね柿沼との競争見ものっていうかね面白くなってきたなっていうところもあるんでこのであとまず佐藤がねいいところでチェンジアップかなんかの抜け気味のね球をさよならヒットを打ったようなね バッティングに見えましたけどもああいうバッティングもしてきてねこのキャッチャーの、えー、チーム争いが激化すればするほど能力値上がってくるんでここはね、まあ、3人のね頑張りにさらなる期待したいなと 思いますさあ週末ねどうなっていくのかっていうところでねロッテ日本ハムもねさあ続いて、えー、西武対楽天11日5対7で楽天12日2対6で楽天そして13日4対7で楽天3連勝っていうところで西武どうしたっていうねまあ昨日の負けで5年ぶり7連敗っていうところでねいやー西武としては苦しいですね。 まあ、火曜日の試合、ね、まあ、西武のキーポイントで言えばまあ、6回って、ね、ツーアウトからまあ、田中センター前、太田フォアボールそして辰巳デッドボールね、ここピッチャー、平良代わってそして小深田にレフトへのタイムリーツーベース打たれるっていうところ、ね、このツーアウトからっていうのはね、非常に痛かったかなとまあ、前半、完璧にね、西武のね、有利な試合展開で進めながらね、ここで一気にね、行かれるっていうところはちもったい、ね、なかったかなというね、キーポイントになったかなと。まあ、でも、ねセ 情報ありますよメヒアが4打数3安打3打で2ホーマーと、ね、ここに来てねこのメヒアの活躍っていうのは非常にありがたい山川もねちょっとスタメン落ちしてるっていうところとね森がなかなか不調してこないっていうところでやっぱメヒアのねこの頑張りっていうのはチームとしては明るい材料、まあ、4番ね中村今回もね3打数0安打5番森が4打数ノーヒットというところでねこのメヒアの頑張りにねさらなる期待をかけたいなと。 1 2、えー、て1 2対6で、ね、楽天勝ちというところで楽天のキーで言えばね涌井無傷の7連勝というところで、まあ、この、ね、対角線のストレートカットボールというところが非常に効果的にでそこで進化を、ね、織り交ぜていくというところでね、まあ、こう今日もいいピッチングで途中足がつったのかな、まあ、自分から申し出て交、ね、代したというところもさすがに自分がよく分かっているとあそこは無理しないねやっぱシーズンを長く戦っていくということを考えればあそこは一歩引くというナイスな判断だったなと涌井グーと。ね いう感じだったかなと、まあ、あとはですね、まあ、6回裏、ワンアウト1に栗山チェンジアップ三振で、その先盗塁アウトっていうねあの三振、栗山が三振するぐらいのチェンジアップっていうところですから、まあ、非常に抜け感があったなとストレートの緩急ついたんじゃないのかなとあのプレーは非常に大きかったですね。あとまあ7回表、小深田が、まあ、ショートに内だ。これ源田がね悪送球してランナー2塁へそしてここで鈴木大地がセカンドゴロしっかり進塁打を打つ、えー、そして茂木がライトへタイムリー浅村、でアーサムラレフト前ロメロサイ 男子の後島内が この宇宙界2点タイムリー3得点というところでねミスをしっかり得点につなげるそして進塁打打って模擬のタイムリーでここで1点で追わないというところがね、まあ、今年の楽天の強さかなというところもありますしであとまあ4回表ね島内がツーベース打って内田ショートフライで太田の打席でワイルドピッチパスボール、えー、ちょっとこれね森が反応しきれずそして太田がね、えー、2点ホームランというところで西武、まあ、としてはねミスをことごとく失点しまったというところでね、まあ、この2対6っていうね、まあ、なかな なか流れをつかめないねこうミスが出てしまうっていうところでまあ負けが込むのかなとで昨日の試合もね4対7っていうところでまあ楽天はね1番から小深田鈴木大地茂木浅村ロメロが絶好調っていうね小深田4打数3打鈴木大地が1本打って茂木が2本浅村3本ロメロ1本。 そして茂木、浅村、ロメロで結局5打点と、ね、大爆発というところでここまで打たれると、ね、なかなか厳しいというね、まあ、西武としても、ね、森山川が欠場しているところで、ねまあ、打線がちょっと下降気味というところで非常に厳しい戦い方が、ね、続いているかなとで、まあ、ミスが出て、ね、負けてしまうという、ね、この3連戦、まあ、非常に苦しかったかなとなんといっても、ね、やっぱこの3試合で2十失点して,るっているところで、ね、ちょっと先発投手陣倒壊かなというね。 まあ、あの先発、高橋、えー、火曜日が5回3分の2で5失点で伊藤が4イニング3失点そして、小坂が昨の2回3分の1で4失点まあ早ねちょっと降板してるとでまあ昨日試合も平井がね3回から2イニング43球投げるっていうところでまあリリーフの負担もきついっていうねまあ今、辻監督としてはもうなんとか目先の一勝をするためにねこのなんとかこうチームをねうまく立て直しながら新しい戦力を使いながらねまあプロ入り初ヒットも打ったりとかいろんなことをしながら。 まあなんとかしようとしてるんですけどなかなかかみ合わないね苦しい戦いが続く、まあ、この流れを断ち切れるのか明日からの、ね、週末3連戦要チェックですね、えー、そして最後に、えー、ソフトバンク対オリックス、えー、11日8対7でソフトバンクそして12日6対0でソフトバンク13日3対1でソフトバンク、えー、ソフトバンク、えー、ただいま3連勝というところで、まあ、なかなかオリックスも、ね、厳しい戦いになるなと、まあ、あの火曜日の試合ねやっぱキーポイントで言えばやっぱ6回表 川瀬がファンブルでエラーするっていうね、えー、ところで,でその後ね山足のねショートゴロをねシュートがね若干スローイング悪かったこれね。 ちょっっととししてしまったとでまあそこをねまた川瀬がいてファンブルしてしまうっていうところでねでその後千賀がねミスをカバーできず6失点ここはねエースはカバーしてやるからだった、ね、若手のミスはやっぱりエースがカバーするっていうところでねこうカバーしきれず6失点まあ、T 岡田の満塁ホームランガーッとあの高めのねストレートを振り負けないでね、えー、しっかりとスタンドまで運んだっていうのはねナイスバッティングだかなとでもその後なんと野手の先輩が助けるというところで6回裏ね柳田が体勢崩しながらホームランガー 為替の,のミスをねカバーそしてまあこれをねワンアウトから。 川瀬がフォアボールからチャンスメイクってしたところでね川瀬もねこの打線の中でも、まあ、出塁という形でねこの勝ちを結びつけたかなと、まあ、川瀬もねこのままの試合負けてたらねちょっと精神的にもきつかったなっていうところはありますけどしっかりね先輩がそのミスをカバーしてくれてね勝ったっていうところしかも、えー、自らもねフォアボールでそのチャンスメイクをしたっていうところでね、まあ、ミスはミスとして反省してね次に向けて、えー、この勝ったことによってね、まあ、反省する上でも落ち込むことなくね進めるかなっていうところで、えー、先輩たちのね ナイスカバー、ね、いい戦いだったかなと逆にね、えー、オリックス山本を立ててねここで負けたっていうところでね、えー、なかなか厳しいなっていう感じはありますねそして11、6対0、まあ、完封というところでねキー、まあ、で言えば和田緩急コントロールがっと。グ 1回抜粧されましたけどね、まあ、ここは1年間かけたトータルマネジメントというところでね、まあ、休養しながら素晴らしいピッチングをね今後も期待したいなというところがありますけど、まあ、4回、ジョーンズにねスライダーボール、スライダーボールツーボールからねスライダー空振りそしてストレートボールで3-1ワンのカウントからストレートスライダーで三振。 そして5回、T 岡田チェンジアップボールスライダー、スライダーボールと3ボールからストレート、ストレートスライダーファール、ファールファールで最後スライダー見逃し三振でそして若月ストレートボールそしてスライダー空振りストレートファールのスライダーで見逃し三振というところでこのボール先行してもしっかり粘り強いピッチング自分の投球をコントロールできるというところで、ね、このボール先行をピンチに変えずチャンスに変えた投球というのも、ね、素晴らしかったかなと思いますね。まあオリックスはね あとまあリリーフ陣の整備もね大事かなというところはありますけどまあ逆転したいなというところでねリリーフがさらなる追加点を取られるというところでねまあもう反撃及ばずというかねまあできずというところでしたかねでまあ昨日の試合3対1というところでねソフトバンクはねまあ大竹が今季初先発まあキーポイントは大竹。 和田大竹とね左のの早稲田大学出身のピッチャーがねまあ頑張るというところでねキーポイントでしたけども、まあ、ストレート、ツーシームスライダーチェンジアップともグーッと大竹、ナイスピッチングしかも低めのコントロール素晴らしかったですね逆にオリックスはこの低めの変化球も含めて対応しきれずっていうねあと、まあ見極め悪いっていうところで、まあ、山足がね先頭打者ホームラン、グーッと 打ちましたけど、まあその1点でね終わってしまうっていうところでまあ火曜日、ね、山本で勝てなかったっていうところがね、オリックス、やっぱり非常に痛かったまあ12日、13日はねまあ、ちょっと勝てる要素がなかったっていうところでね、まあ2位まで10.5ゲーム差、借金13。 ちょっとこのでは早い段階の昇華ゲームが近いんじゃないのかっていう不安もありますから、ここの週末ね、しっかり頑張らないとね、ここをソフトバンクにこれ以上離されるとね、まあ、3位までのクライマックスシーズがないんで、早めのね、昇華ゲームになる可能性もあるっていうところでね、こう粘り強い戦いをね、週末期待したいと思いますね。さあ、ということで、えー、ここから申し送り事項やりたいと思います。セリーーグのの、えー、チムまずはは、えー、対ヤヤククルルトトですか DNA の皆さんヤクルトは 山田を打たせたらチームが生まれ変わってしまうぞ気をつけてヤクルトの皆さん d n a はラミレス監督の采配がかなり好転してきてかみ合ってきていますいろんなことを繰り出す作戦気をつけろさあ続いて、えー、巨人対中日中日の皆さんもう見て分かる通り巨人は坂本と丸がもう起きて暴れ出そうとしてますこの二人を 打たせたら大敗してしまいますよ気をつけて巨人の皆さんドラゴンズは2勝1敗で乗り込んできます大野柳含めた投手陣が低めの請求できてますよ先発ピッチャーに気をつけて打てないと竜の喉元に飲み込めちゃうぞ阪神対広島カーブの皆さんタイガースは近本 近本がここに来て調子を上げてます。塁に出すと走りまくりチャンスメイクするぞ。近本を打たせるな。阪神の皆さん、カープはちょっと勢いが落ちてます。このまま虎の喉元に飲み込んでやってください。初戦を勝てば勢いに乗ります。さあ 金堂、えー、近道日曜の3連戦、えー、セ・リーグはねカードは変わりますけども、えー、パ・リーグはねまたあと来週でねドイツカード6連戦終わりかな、えーまあ、どういう戦いになるのか、えー、楽しんでね見ていきたいと思います。ありがとうございました